分断がないように、多くの皆さんに願わくばですね、こう祝福される中で、スタートするのが好ましいだろうと。長崎知事は今月18日、富士スバルライン上に次世代型路面電車の LRT を敷設するとしていた構想を断念し、富士トラムという道路上の白線などを感知するセンサー誘導でゴムタイヤで走る車両の運行を目指すと大きく方針転換しています。昨夜、富士吉田市内で行われた講演会で、長崎知事は富士トラムについて、将来的にリニア新駅と結ぶことでリニアの停車本数の増加にもつながると語りました。その上で一般道も走行させることで県全体の二次交通の再整備にもつながるとしています。県内多くの皆さんのご参加をいただきたい。ご地元富士急行さんです。ぜひこのセンターでご関心を持っていただいてですね、このセンターで関わってこのプロジェクトにご参加をいただければ本当にありがたいなと。なお、県は今月26日、富士吉田市の堀内市長に富士トラムについての説明を行う予定です。